赤坂和幸は神奈川県横浜市神奈川区出身の元プロ野球選手。小学校時代は三沢リトルに所属。横浜市立神奈川中学校時代は東京青山シニアに所属し、元中日投手の宮下正美、元巨人外野手の前田隆の指導を受けていた。浦和学院校時代は投手ながらも高校通算58本のホームランを放った。 スラッガーであった。高校2年の5月、練習中に負傷した右膝に雑菌が入り可能、高熱が続き1ヶ月間練習できない状態に陥る。医師からは大会には間に合わないと通告され、一時は右足切断の恐れもあったが、驚異的な回復力で埼玉大会までに復帰し、チームを優勝に導いた。第88回全国高等学校野球選手権。 大会では調整不足ながらも時速 141km をマーク。5番打者で出場し、1回戦の金沢戦において試合には敗れたものの2ランホームランを放った。高校3年の夏にも浦和学院校において20年ぶりの2年連続夏の甲子園出場の立役者となり、第89回全国高等学校野球選手権、大会ではフォームを変えて登板した。 その際にも時速 142km を記録しており、コンスタントに時速 140km を出したが、試合は初戦となる2回戦の前橋商戦において1から2で敗れた。その後、高校生ドラフトで中日ドラゴンズから1位指名を受ける。中日は野手としてではなく、投手として育てる意向を示した。投手時代2008年には、 チームの新人選手で最も早く5月31日に出場選手登録を果たすと、翌6月1日には高校生活を過ごした埼玉県の西武ドームで、催された対埼玉西武ライオンズ戦で1軍公式戦初登板を果たした。高校から直接中日へ入団した投手が、入団1年目に1軍公式戦へ登板した事例は、 同県出身の中里厚史以来7年ぶりであった。チーム事情で6月6日に登録を抹消されてからは、一軍から遠ざかったが、ウエスタンリーグ公式戦では5勝7敗1、西部という成績を残した。2010年までは、投手としてプレーを続けたが、2009年以降は1、軍公式戦への登板機会はなく、ウエスタンリーグ公式戦でも成績が伸び悩んだ。 2010年のシーズン終了後に外野手へ転向これを機に支配下選手契約から育成選手契約へ移行したため、背番号も204へ変更した。2014年には7月13日付で支配下登録選手へ復帰。背番号も73に変更したが、野手としての一軍公式戦デビューにまで至らなかった。 2015年には、背番号を69に変更した。7月11日の対広島東洋カープ戦には、自身7年ぶり、野手としては初めて一軍公式戦へ出場。投手時代には一軍公式戦で打席に立てなかったが、6回裏に、八木智也の代打として、初打席を迎えると、初安打と初得点を記録した。さらに、チームがこの試合に勝利したことから、 試合後には初めてのヒーローインタビューも経験した。以降の公式戦でも主に代打要員として勝負強さを発揮。一軍公式戦全体では35試合の出場で打率326、8打点を記録した。この成績を背景にシーズン終了後の契約交渉では推定年俸1300万円という条件で契約を公開した。 2016年には、投手時代を含めても、初めての開幕一軍入りを果たした。しかし、春先から、腰痛や、左脇腹痛に見舞われた影響で、早々に出場選手登録を抹消。一軍への復帰を見越して参加した8月26日の、試合前練習では、誤ってボールを踏んだため、左足首を骨折した。一軍公式戦全体では、 7試合に出場。10打席に立ったが、アンダを1本も放てなかったため、シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸1000万円という条件で契約を公開した。2017年には、一軍公式戦への出場機会がないまま、ヤギなどと共に10月3日に、球団から戦力外通告を受けた。通告当初は、 NPB 他球団での現役続行を希望していたため、11月15日には、野手として12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式で4人の投手と対戦したところ、4打数1安打という結果を残したが、他球団から獲得のオファーを受けるまでに至らなかった。後に、中日球団からスタッフとして契約することを打診されたため、現役を引退。 12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。中日球団の職員としてチームの広報業務を担当。新人広報として臨んだ2018年の春季キャンプでは福岡ソフトバンクホークスから移籍した松坂大輔の練習やサイン会にすべて帯同したため、松坂の専属広報でないにもかかわらず、サカスと呼ばれるほど松坂から 全幅の信頼を置かれた。ありがとうございます。